シティオブ・ウィロービーは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シティオブ・ウィロービーの中心であるチャッツードは、シドニー中心業務地区から北に1 0 k m に位置する。市の東部は、リアス式海岸の上に広がる。パシフィックハイウェイ、シティレールのノースショアラインが市内を縦断する。市内には、アターモン駅、チャッツート駅、ローズビル駅の各駅がある。北は、 クーリンイコールガイカウンシル南西はミュニシパリティオブレーン後部南はノースシドニーカウンシルと接するシティオブウィロービーは以下のサバーブで構成されているシティオブウィロービーの議会は13人によって構成される任期は4年選挙区は4つでそれぞれの選挙区から3人が選出される市長は議会選挙とは別に 単一選挙区で市長選挙で選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。市長を含め無所属12人、オーストラリア緑の党一議席で構成された。市長は無所属のパットライリー。ABC、ビロビーシティ・カウンシル、ミドルハーバーワード。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ビロビーシティカウンシルナランバーンワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ビロビーシティカウンシルセーラーズベイワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 ABC ビロビーシティカウンシルウエストワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 ABC ビロビーシティカウンシルメイヤールエレクション ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧ありがとうございます